今回の備中巡りは高梁市を旅します。まずやってきたのが赤褐色のベンガラ色で統一された町並みが残る高梁市成和町の吹屋ふるさと村。こんにちは。訪れたのは吹屋案内所下町フラット。ここ吹屋は江戸時代にベンガラで栄えて当時の町並みが今も残っているところです。そこで鎌田さんにベンガラの絵の具を使った型染め体験をさせていただきました。こういう型があるんですけれども、染めたいところに配置をしてください。じゃあちょっとお花畑の上をお魚が泳ぐようなイメージにしたいので、はい、上から押さえながら丸くゴシゴシこすっていきます。くるくるくる、どんな形になるのか楽しみですね。はい、こんな感じにしたいと思います。あ、いい感じに入ってますね。かわいいですね。2色にしようと。わかりました。目の中だけ色変える。ちゃんと出ますかね。これすごいドキドキしますね。完成しました。綺麗に染まりましたね。目ちゃんと青くなってますね。バッチリ。オリジナルのものが作れるので思い出になりますね。ここにしかない魅力を体験してみてはいかがでしょうか。続いてやってきたのがお茶専門のカフェ茶屋間延堂。番茶や煎茶、和紅茶などの日本茶以外にも台湾やタイといった海外のお茶も楽しめます。お茶に関するさまざまな肩書きを持つ店主の西原さん。高梁市に自生していた在来種の茶葉を作るために移住してきたほどの情熱をお持ちです。せっかくなので高梁紅茶の美味しい入れ方のポイントを聞きました。高梁紅茶の場合は3分から5分、時間を置いても苦味がとても出にくい紅茶なので3分から5分っていう風に置いてます。最後の一滴まで注ぎ切るっていうのがポイントですね。最後に一番お茶の味が凝縮されているというので。いい香り。渋みが全然なくてでも甘さが残るような。後味がまた変わりました。変わりましたか。今口の中に残ってるなんか日本茶みたいな。素晴らしいです。実はこの紅茶は日本茶のヤブキタっていう日本茶用の品種から作られたお茶になります。ちょっと味覚がすごいなと思いました。そうだったんですね。はい、そうなんです。お茶の魅力をどんな風に伝えていきたいですか？ずっと昔から飲まれてきたものなので、まあ、これから先もですね、お茶を皆さんにいっぱい飲んでもらいたいなと思います。いろんなお茶の味わい方を聞きながら楽しんでみるのもいいかもしれませんね。最後に訪れたのは豆腐料理専門店くもじろ。こちらが豆乳温豆腐になります。まず召し上がっていただく前に 100% のこちらの豆乳をまず飲んでいただいて。あー、美味しいです。滑らかで、はい、豆の香りがふわーっと口の中に広がりますね。そうですね、はい、お店の名前が恋び豆腐というふうに、はい、恋は濃い薄いの恋と掛け合わせてて、美は美味しいっていう意味で恋びで豆腐っていう。お豆腐の方もいただいてみたいと思います。はい、上のあの柚子を溶かしていただいて召し上がっていただいたら。うーん、柚子がアクセントで効いてるんですけれども、滑らかな豆腐がさーっと口の中に溶けていきました。そうですね、この絹豆腐の滑らかさ、美味しさを引き出すのがやっぱりこの豆乳だと思います。豊白目っていう白大豆を使ってるんですけど、でやっぱり県内産のやっぱり品質のいいものを使うと美味しい料理ができる、自信持って出せるものだと思ってます。このお豆腐は召し上がっていただいたらご飯とチーズ、卵を一緒に入れていただいて雑炊にして最後締めていただくようなこともできますので、食べた満足感を皆さんに味わっていただけるかなって思って。地域を愛し地元に愛される味がここにありました。